ロンドン塔は首都のシンボルというだけではありません。世界でもトップクラスの宝物を秘蔵している宝物庫でもあります。このガラスケースの中には7世紀以前からの英国王家の勲章が陳列されています。王冠、王杖、女性用の冠、神秘的な計り知れない価値の宝石の数々。歴史的な価値、政治的駆け引き、暗殺、愛、さまざまな物語を秘めながら世界中の旅をしてきました。現在堅固なガラスケースの中に収められたイギリス王家の最高のシンボルであるこの王冠は、驚きとともに観光客の目を奪います。数限られた王家に伝わる宝石と紋章が特別に選ばれた日に一般公開されます。例えばエリザベス女王2世の戴冠式の日、1953年6月2日でした。私はデビッド・トーマスと申します。1986年からギャラードの工房で王冠の宝石職人をやっています。ギャラードは1735年から開設されましたが、王家御用達になれたのは1830年で、ビクトリア朝の頃は王様が直接職人を指名されました。今は法律で一人の職人が宝物の手入れをすることに決められています。To have the responsibility of the care and maintenance of the crown jewels in the Tower of London. The sovereign is the only one. 王様だけが宝物に触れられます。それと国会開会式で王冠が必要な時は、その指定された職人だけがケースを開け取り出すことができます。Is the only one that's really allowed to touch the crowns. The first time.1990年に初めてこの儀式が行われた時、私は緊張のあまり体が動きませんでした。歴史をずっと見てきた世界で最も綺麗なダイヤ、クリナン。ロンドン塔の宝物館の地下にはアトリエがあって、どんな修理でもこなします。王冠の場合修理は必要ありませんが、手入れは必要で、磨いたり埃を落としたりします。宝物館の宝石類は門外不出で、ご存知のようにとりわけセキュリティが重要です。厳重な監視の中、さらに4人のセキュリティが付き添って、その中の2人は出入り口を守り、あとの2人はいつも私と一緒に行動します。私は管理責任者です。つまり王家の宝物のセキュリティと展示の責任者です。宝物館の従業員の指導もしています。みんな完璧に仕事をこなしています。セキュリティシステムに関しては自信があります。だからビクビクせずに実物の宝物が展示できるんです。時々入館者は使用中という注意書きを目にすると思いますが、それは式典に使われているという意味で、年に何度かさまざまな式典に使われています。時とともに王家の宝は何回か引っ越し、その度によりセキュリティが強固になっています。いまだに誰も近づけず、1671年以来盗もうとした人は一人もいません。ブルード大佐の話はイギリスでは有名で、1671年に2つの宝をとんでもない大胆さで盗みました。それがセキュリティのただ一度の失敗です。それは信じられない出来事でした。トマス・ブルードはタルボ・エドワードという番人に近づき、少しずつ信頼されるようになりました。ある日4人の男を連れ、王家の宝を一目見たいと頼みました。中に入るとまず番人を気絶させ、担当で殺してしまいました。1人は王冠を壊して袋に入れ、もう1人はタイツの中に隠しました。王冠は長すぎるため2つに切断して袋に入れました。しかし逃げようとしている時、エドワードの息子が気づき警鐘を鳴らし、ブラッドは捕まってしまいました。ブルードは刑務所に入れられました。このロンドン塔です。
そこで彼は王様に謁見を願い出ました。おかしなことに王様はこれを承諾し、彼はウェストミンスター宮殿に連れて行かれました。彼は王様に直訴し、そして王様のサインのついた一通の手紙を持って出てきました。そこにはブルードを英編の大佐に任命すると記されてあったのです。ロンドン塔は歴史の語り部。1066年にウィリアム征服王によって建てられて以来、この塔はいろんな用途に使われました。王家の住まい、兵器庫、家畜小屋、そして監獄。王家の者がここで何人も斬首されました。アンブーリンのように。王家の勲章は何度も移し替えられ、1971年に旧ウォータールー兵舎であったこの場所にやっと落ち着きました。そこで手の届かぬ輝かしい宝物を私たちは見学することができるのです。私はダイアナ・スカリブリと申します。宝石細工技術の専門の講義を30年来やってきました。財宝がロンドン島にある理由は、それが英国王室の最大の宝であり、この塔がとりわけ安全だからです。何百万人の人が毎年訪れ、その何百万もの人たちがその宝飾品の素晴らしさに魅惑されます。それはアングロサクソン時代から連綿と続くイギリス王室の歴史を語ってくれます。7、8世紀から今日までの。もちろん王冠が最高のシンボルです。それから権力を表す王杖、誠実賢明さを表すブレスレット、正義を表す剣、共和主義者にとっては全く意味のないこのシンボルは、君主政権を信じる者にしか実感は湧かないかもしれません。その人たちはもう年老いているので、英国君主制の継続を物語るのです。And these objects represent that idea. And because they are so old, they represent the continuous history of the monarchy in England. ここに9つの冠があります。エドワード残下王の名を持つセントエドワード王の冠は、アングロサクソン最高の王の戴冠式の時に使われました。公式の式典に必ず使われ、それは歴史的に有名な宝石が載っている冠です。インド皇帝の王冠は、ジリ王のために1911年に作られ、そして1685年に作られたマリード・モデンの2つの冠、マリー女王の冠、1911年に作られエリザベスがつけていた冠で、1937年、母であった女性は女王となりました。ビクトリア女王が1870年にインドの女帝となったとき、この可愛らしいダイヤの王冠が贈られました。最後の9番目の冠は、ウェールズのプリンスの金の冠、合計9つの冠が展示されています。冠が飾り台から離れることは稀で、重要な式典、記憶に残したい式の時のみ使われます。例えばエリザベス2世の1953年6月22日に行われた戴冠式のような時です。このような時、どんな贅沢も限りなく、招待された人々を圧倒するくらいの豪華さが要求されます。見たことのないような輝きを見せなくては。エリザベス女王はまだできたばかりのテレビの社会的政治的な影響を発見されており、戴冠式は生中継され、その日からエリザベス女王は世界中の誰もが知る有名人となりました。
王室にとって権威の具現としての式典は重要です。王家の象徴を選ぶとき、選任者たちより素晴らしくなければなりません。冠と杖は富の現れ、権力を意味します。そのため冠や杖には特別な宝石で飾る必要があるのです。1849年、ラホール条約締結後、パンジャブ併合とともにビクトリア女王はコイノールを手に入れました。でもこのダイヤは呪われていて、それを手に入れた人間はむごい死に方をすると言われています。呪われたダイヤはインドから来たので、伝説によると男性に不幸を与えるが女性にはたたらないと言われています。しかしどの道さまざまな人の手を経てきたことに間違いありません。1739年にペルシャの皇帝ナディールはインドに侵入し、伝説のダイヤを求めてデリーを荒らしました。モゴル大王がターバンの中に石を隠していると遊女に告げられて、ナディール皇帝はモゴール王に和解を申し込み、東洋の儀式にのっとって被り物の交換をしようと持ちかけ、モゴール王は拒否できず宝石を手放しました。この180カラットの石の前にナディール皇帝は喜びのあまり、ホイノールを光り放つ病よと叫んだと言われています。数年後ナディール皇帝は暗殺されました。そして中東はさまざまな戦争の場となり、シーク王の手に渡り、1849年イギリスはパンジャブで起きた反乱を理由にホイノールを要求しました。東インド会社はそれを強引に奪い、ビクトリア女王に献上しました。燦然と光り輝くダイヤでしたが、女王はそれ以上の輝きを求め削るよう命じ、80カラットまで小さくなっても良いからもっとそれ以上の輝きをと要求しました。コイノールの呪い、未だに由来が解明されていません。しかし常に所有者は女性だと伝えられています。ビクトリア女王は80歳で亡くなり、ダイヤを義理の娘アレクサンドラに遺贈し、彼女も80歳過ぎまで生きました。次の後継者のメリー女王も長生きしました。1937年に新しい冠にはめ込まれ、ジョージ6世の妻エリザベスのものとなりました。1953年に母となった女王エリザベスは2002年他界し、長い人生を遂げました。男性には不幸をもたらしますが、女性には長寿を与えるようです。もし世界の七不思議にもう一つ加えられるなら、我々パキスタン人は多分コイノールを選ぶよ。世界でもトップクラスの輝きを持っている。しかしご存知かもしれませんが、我々が元の所有者だったのです。植民地時代に奪われて返されないものがたくさんあります。コイノールはその中でも最も価値のある宝です。ほとんどのロンドン島にある宝石は戴冠式用です。たった一つの例外は英国皇帝館で、重要な式典によく使われます。クリナン2、燦然と見事に大きい石で皇帝の冠の額の真ん中にはめ込まれています。クリナン、たった一つの石なのに今まで掘り出された中で世界一大きいダイヤです。それはアフリカ南部の歴史を塗り替えました。1866年、オランダ出身の入植者と英国政府との間の緊張が高まり、ボーア戦争にまで発展しました。独立国トランスバールで15歳の少年がオレンジ川の岸辺で輝く石を見つけました。収集家に持っていて鑑定してもらうと、ためらうことなくダイヤだと言いました。すごいです。ダイヤ探しの競争が始まりました。フランスバール国のオレンジ川周辺で鉱脈がどんどん見つかりました。セシル・ローズ、英国植民地帝国によって命令が下されました。今のところ人が押し寄せて大混乱です。国中くまなく探し回ろうとしています。カシル・ローズは小さいダイヤに全く興味なく、山ほど欲しいと思いました。そのため鉱脈をいくつも買い取り、キンバリー地方の鉱脈を全部買い上げました。
そして1888年に有名な会社ルビーズを設立しました。約10年後、この企業はダイヤの国際市場の 90% を支配下に収めました。第二ボア戦争が終わり、南部アフリカは情熱に取りつかれ、ダイヤ鉱脈が多数を掘られ、何万人もの人が期待を抱き、ダイヤ鉱山で働くことにしました。1902年からプレトリア近辺で重要な鉱脈が採掘されるようになりました。それがプルミエ鉱脈の誕生で、たくさんの雇用を生みました。加工は最大でした。プルミエ鉱脈ではビアー地方の鉱脈で採掘された全体量をはるかにしのぐダイヤが採掘されました。土天鉱脈の場合、土木採掘の方法を地下鉱脈の場合、壁を崩壊させたり注石土によって形成された鉱脈のために河川を方向転換させたり、どっちにしろ働くのは同じ人たちで非常な重労働です。そして仕事の終わる頃、監督がやってきて労働の成果を独り占めしてしまうのです。いつものように夕方、プルミエ鉱脈の支配人がたまたまある日火山鉱の視察をしたところ、偶然内壁がすごく光っているのに気がつきました。フランク・ディプナーと申します。フィナンに関して私が知っていることは、プルトリアのプルミエ鉱脈で発見された中でこれまで見たことのないほど大きな鉱石です。確かに3106カラットあります。1カラット 0.2 グラムです。このダイヤは620グラムです。まさに王城にふさわしい宝だと思いませんか。最初は誰もダイヤだとは信じませんでした。そのため外に石ころと一緒に放り出されました。その後、奴隷監督が通りすがりのこのクリスタルの石はもしかしたら本当はダイヤかもしれないと考え持ち帰りました。彼は鉱脈の責任者に店に行きましたが、一瞥してすぐ窓から投げ捨ててしまいました。しかし、このようなこのただの石ころは王冠にはめ込まれることになるのでしょうか。結局念のためにもう一度見に行き、検査の結果まさにダイヤと鑑定されました。クリナンと名付けられ3106カラットでした。ウェルブス氏はこの発見を誇りに思いましたが、鉱脈の所有者に取られてしまいました。クリナンと名付けられました。その後まだまだ続きます。さらに大きいダイヤが出てくるのが期待されました。20世紀末までプルミエ鉱脈でものすごい量のダイヤが発掘され、いくつかはとても良質のものでした。このダイヤはルビアのものとなり、この鉱脈はクリナン鉱脈と名付けられました。私はハロード・イセルと申します。クリナン・ダビア鉱脈の責任者の一人です。鉱脈で使われる道具の管理の係です。こちらが昔の火山鉱がここにできました。幅は1キロから800メートルくらいです。鉱脈は850メートルの深さまであり、763メートルの深さまで掘られています。クリナンのダイヤはたった地下6メートルで発見されました。炭素原子がある形に組み重なり、ダイヤとなるためにはさまざまな環境要素がクリナンのダイヤを形成しました。もし地下6メートルで発見されたとしても、地下200キロメートル、
1000度以上のマグマの中で結晶され、約17億年以上の時を必要とします。昔は手で掘っていました。そして1万2000人の人がここで働いていました。今は全部機械化されて、水力発電シャベルやトロッコの移動装置などが使われています。そして1200人しか働いていません。クイナンの発見は偶然によるものです。そしてプルミエ鉱脈ではまた偶然が訪れることを待っています。現代もしクイナンのようなダイヤが発見されたらどうなるのでしょうか。誰のものとなり、どこの宝石に使われるのでしょうか。ペルシャ湾の不調にもたらされるか、またはスイスの金庫にしまい込まれてしまうかもしれません。8500トンの材料を1日で使います。地下300メートルぐらいまで乗り物に乗っていけます。とても広く、車だって止められるくらいですよ。クイナン鉱脈はダイヤの質によって有名になりました。ここで1000となりミレニアムゴールデンジュビリーが採掘されました。ズビアではどんな希望でも叶う可能性があります。でもここで働く候補にとっては夢を見る権利すらなく、ダイヤを発見したらその上にヘルメットで覆い、すぐに責任者を呼ばなければなりません。そして手間賃として輸出価格の 数%しかもらえません。しかし鉱脈の所有者の恐れはもちろん発見したダイヤを持っていかれてしまうことです。それができるだけ鉱脈の仕事を機械化した理由の一つかもしれません。クイナン鉱脈で雇われている1200人の中、ダイヤを目にするものはほんのわずかです。区分け係のみ厳重な監視の下でわずかに手に触れるだけです。90% のダイヤは宝飾品としては使えません。残る 10% のほとんどはほんの数カラットしかありません。そして 620g のダイヤが見つかったらクリナンではどうするでしょう。トマス・クリナンの妻は自分のものにしたかったでしょう。しかし鉱脈で見つかった良質のダイヤのついたペンダントしかもらえませんでした。クリナンを売る決意をすでにしていました。まだ買い手は現れていません。とりあえず世界一大きいダイヤは数年間ケープタウンの銀行で展示されていました。帽子用の箱に隠されてそこへ運び込まれました。1907年、元イギリスと戦ったボアの軍隊司令官だったボタ将軍がフランスボワール地方の大臣になりました。戦争は終わり、国を再建しイギリスと和解しなければなりません。この和解の印にボタはエドワード7世の66歳の誕生日にクリナンを贈りました。政治的背景から毒入りの贈り物とも言えました。しかし王はこれを受け取りました。その直後、イギリスの議会はボタに重要な予算追加を承認しました。クリナンのコピーです。1905年に見つかったものです。3106カラット、600グラムぐらい、世界一大きいダイヤです。一番すごいのがその清らかさです。トランスバール政府が買い取り、ボタ将軍がエドワード王に1908年に贈りました。英国に贈るためかなり手の込んだ計略を立てました。偽のダイヤを作り、それを本物であるかのように警備員をつけて
ケープタウンまで一時送り、そして船でイギリスまで運びました。それは偽物で、本物のダイヤは郵便物と一緒に田舎の郵便局から発送されました。こうしてイギリスまでたどり着いたのです。随分と巧妙な話です。2つのダイヤは同じ船で運ばれ、本物は郵便物と一緒に、コピーはスコットランドヤードの警官に守られた金庫の中に。ブラハム・ジョセフ兄弟は、クイナンを見るため、そしてアムステルダムにそれを持ってくるためロンドンにやってきました。オランダの新聞にはクリナンは駆逐艦に乗せてアムステルまで運んだと書かれていました。本当は僕のおじいさんがクリナンをポケットに入れ、もう片方のポケットにはリボルバーを入れていったんです。でもお金を持っていくのを忘れてしまったんです。そしてロンドンからアムステルまで船に乗り、とんでもなく高い価値のクリナンをポケットに入れて、お金を持たず海を渡りました。アムステルダムに着くとこの金庫に入れました。そして駆逐艦は来ませんでした。私はエドワード・アッシャー、1970年からここで働いています。これでもう36年、ブラハム・アッシャーのひ孫です。そして彼の弟がクリナンを割りました。Était responsable pour le Cullinan avec son frère qui a clivé le Cullinan. Vers le fin de 世紀末、ルビアーはエクセリアを削ってほしいと頼みました。その頃まだエクセリアが世界一大きいダイヤでした。アッシャー家はエクセリアを削った後、クリナンも削りました。Alors la maison Asher a taillé d'abord l'Excelsior et quelques ans plus tard le Cullinan.その作業を行う間、アッシャー兄弟の行為は厳しい監視下に置かれました。この貴重品のため、わざわざ特別な金庫を作らせました。どうすればいいのか、どのようにこの巨大なダイヤをカットすればいいのだろう。まずはっきりしているのは、家にある道具ではうまく割れないことです。特別に注文しないとダメですね。5人の兄弟全員でよくよく研究し、話し合い、そして2回に分けてクリナンをカットすることに決めました。第1回は刃物が真っ二つに割れ、2回目にようやくカットできました。カットは鋼の切っ先を石の弱い部分に突き刺し、強く叩いてやり遂げました。カット後、ひいおじいさんが気を失ってしまったという噂もありますが、本当のアッシャー家の男はどんなダイヤにも負けません。控えめに言っても正規のカットだったと思います。ご覧ください。9個の大きい石と96個の小さい石に分解された国なんです。イギリス国王は一番大きいのを2つお持ちになり、アッシャー家に残りを譲りました。そしてトランスバール政府はその一種を買い取り、再びエドワード7世に送りました。この大騒ぎの結果、イギリスに2つの星が生まれました。クリナン・ドゥ、アフリカの第二の星、 317.40 カラットで王の冠にはめ込まれています。1番はアフリカのエトワールで、世界一大きい白いダイヤで、梨の形をしており、530カラットです。大きい石を宝飾品に変えることは、どんなに純粋なダイヤを使っても、美術というより魔法の技と言えるかもしれません。ギャビー・トリコフスキーは偉大なる魔法使いです。
ガブリエル・トルコフスキーです。通称ギャビです。歴史的に名を残すダイヤをいくつもカットしてきました。とても大きなダイヤです。ギャビ・トルコフスキーは1906年にアッシールさんが大衆的にこのクリナンを発表したとき、彼の手によってこの素晴らしい美が創造されました。人間の手によってダイヤを揺り起こし、互いに理解し合えるようダイヤとの会話がうまく必要があるんです。一つ一つに毎回話しかけるんです。どのようになりたいと聞くと、もっと美しくしてと返事が返ってくるんです。でも嘘をつかなければならないことも、毎回君が世界一だと言ってあげても、どれが一番かは人次第ですから。初めてダイヤを手にした時、偉大さのあまり手が震えました。この桁外れな宝石を手にするのは一生に一度だけ。この機会が訪れた時、興奮してたまりません。この石は分離せず一つのままがいいでしょう。機械を使ってカットしたくありません。レーザーを使って痛めたくもありません。腕と手首の力で作業を行います。素手ではダイヤを傷つけることはできませんからね。責任を負った男の一生は隠者の暮らしです。メディアに追いかけられて名前まで変えたことがあります。そしてこの偉大にふさにふさわしい道具を作ってくれる人を探さなければなりません。しかしそんな人は存在しません。お店に行って見つかるわけでもありません。一番困難だったのは、ダイヤが最終的にどういう形になるかを解くことでした。世界一の美しさはどのような形をしているのか、一つしかありえませんでした。そのモデルの名はダーバン、これです。覚えていますが、一生かけても終わらないと思いました。ドゥビアーはわざわざ僕にそろそろ終わらせてほしいと伝えるために人を派遣しました。だが、まだ無理ですと答えました。無理とはどういうことだ。ダイヤが嫌がっている。僕たちに恋してしまったんだね。僕、狂ったのか、ただのバカかな、どっちかだと思いました。そしてテストを行うことにしました。そしてこの3年で初めてアトリエに僕と一緒に働いている人全員の子供たちを招いて、ダイヤを見に来てもらいました。そしてあと少しで完成のダイヤを絨毯の上に置き、子供たちに見せました。子供たちはそれを見ると大笑いしました。心が痛かった。笑うということは馬鹿げたものであるという意味だからです。唖然として誰にも見せることができませんでした。もしかして僕の過ちで到達できないのか。そしてその後のことは一生忘れられません。なぜ笑うのかと娘に聞いたら、ダイヤがにっこりしているから笑っているのよと答えました。やっと完成したことが自覚できました。よく見るとレプリカのようにしか見えない。そしてある部分が中途半端であるように思えるんだ。そこだけ欠けてしまったように、下手するとクリナンより大きかったのかもしれない。このダイヤはこれよりさらに大きいダイヤからカットされたと言われていますが、本当でしょうか。Is that true? Or that they found the other part
違います。もう片方の断片の跡すらありません。このダイヤが1905年にグレートウェールズに発見されたとき、何人かの専門家によって鑑定された結果、もっと大きなダイヤの一部であると言われて、ですが、現在の専門家はそれは間違いであると考えています。そして、もう片方のペンダントを見たことという噂が広まりました。一人の男がその断片を隠し持っていると言ったため、死刑にされてしまいました。でもその在りかを言う前に公死刑にされてしまいました。誰も真実を知らないんですね。ええ、誰も。謎によってこの伝説と夢は語り継がれます。二つのクリナンにこれ以上ふさわしい場所はないでしょう。しかし人間の欲望がかきたてられます。私はロンドン島に行って南アフリカのクリナン村から来てダイヤを返してほしい旨説明しました。しかし女王の許可が下りない限り無理だと言われました。しかしここのクリナンの者も南アフリカの人々全員がその帰りを待っています。1649年、イギリス連邦共和国のよく知られた話です。当時、オリバー・クロムウェルの手先がロンドン島に王家のおもちゃを破壊しようとやってきました。そして、冠の金は溶かされ、宝石は持ち去られてしまいました。11年後、内乱が終わり、議会政治が解体し、君主体制が復活し、王家の宝をまた作ることになりました。現在展示されているものは、昔のものに非常に近いものではあります。ロンドン島の階段は多く、さまざまな人が幽霊を見かけたといいます。でも宝物館は比較的最近のもので、1845年に再び建て直されたとき、多少お化けを追い払ってしまったのかもしれませんね。でもこの辺で英国女王の霊を見かけた人が多く、アンヌ・ボーネリが頭を手に持って塔の中をさまようのを見る人がよくいます。これについては歌もあります。1841年に暗い冬の夜、バイワード島で薪ストーブを消し忘れた者がいました。そのまま家へ帰り、数時間後塔全体に火が燃え上がっていました。宝物庫まで燃え広がっていました。当時王家の宝飾品はマーチン島で保管されていて、その近辺まで迫りました。貯蔵庫の炎はとても激しく、王家の宝の安全のため移動されることにしました。その頃、一人の警察官がマーティン島に配属されており、彼が真っ先に駆けつけました。ショーウィンドウを割り、ホワイト島の安全な場所に移しました。ショーウィンドウから最後の宝石を取り出したとき、彼の服は灰となって燃えてしまっていたと言われています。どうやら英国王室の宝は魔法の力に守られているのかもしれません。ロンドン島に住みつく幽霊ですら宝を盗むこともできなかったのです。内乱後によみがえり、奇跡的にも舞い上がる炎からも逃れたのです。華麗かつ傲慢に王冠はまだ存在しています。そして三重宝冠はいろいろな種類があり、展示されるのはほんのわずかです。中でも有名なのがポルティモアです。ポルティモール三重冠は1870年にポルティモール閣下のためにギャラードの手によって作られました。ポルティモール閣下はビクトリア女王の財務長官でした。ギャラードの作品であるとも言えます。フランスはクリエールと申します。クリスティーズの競売師です。マーガレット王女のジュエリーの販売を担当しています。このイベントは特別で、王家の一人が宝物の一部を売り出すことはとても稀です。注目するべき品物はポルティモアの三重冠です。どの競売師の夢もクリナンを売ることです。でもいつか実現する夢なのかしら。
クイナン1号と2号をアフリカのエトワールと呼んでいます。この2つは絶対に売り出すことはできません。政府の所有物であり譲渡不可能なものです。他の7つのかけらがブローチ、指輪、小さいペンダントと大きなペンダントにはめ込まれ、女王様のものです。でも英国王家に困難が起こったら、後継者がそれを売るのを妨げることはできないでしょう。マーガレットは母である女王の宝飾品に野心があり、彼女の祖母はこの手に負えない子供の要求をいつも答えていました。何もかもマーガレットに与えられ、彼女に与えられないものなどなかったのです。でもどんなに偉大な王様でもあくまでも人間です。マーガレットの子供たちは経済的な理由からその家宝を売るしかなかったのです。よく知られているように30巻は昨日競売で高価格で落とされました。20万ポンドから始まり100万ポンドぐらいで売れました。どの王冠にも面白い話があります。でも一番重要なのは皇帝の冠だと言えると思います。素晴らしい石がはめ込まれ、歴史的な石ばかりです。黒大使のルビーは例えばルビーではなくスピネルです。世界一美しいスピネルです。細長い革紐に付けられていたため左右を結ぶ穴が開いています。ヘンリー5世が1415年のエジンコートの戦いで兜に付けていました。黒大使とは誰でしょう。それはエドワード3世の子で、1367年にピエール・デ・カスティール1世と共にナハラの戦いを戦い、その実力を見たカステール王は黒大使に赤い宝石をお礼にあげました。40年後ヘンリー5世の兜にはめ込まれました。エジンコートの戦いで英国とフランスが戦い、アランソン公爵はヘンリー王に激しく斧で切りつけました。なんと運よく斧は赤い宝石に命中しました。まだこの宝石に傷が残っていると言われています。皇太子のルビーは本当はスピネルで、ルビーに近い赤い石ですが価値はもっと低くなります。ある種の偽物です。昔は科学の力によって石を分析できませんでした。商人はさまざまなテストを行っていましたが、よく過ちを犯していました。マルコ・ポーロの話にも石は登場し、ジャン・パティスト・ターバニアは旅人であり宝石商でもあった男で、偉大なモゴール王とスルタンの王宮に迎えられました。ジャン・パティストは14世紀の頃にすでに東洋の王たちにはルビーとスピネルのすごいコレクターであったと語り、その赤い石は彼のターバンにはめ込まれ名前が刻まれていたと伝えられています。東洋の王国の激しい波のような歴史をいくつかのスピネルはくぐり抜けてきました。黒大使のルビーはタジキスタンの中心部バダクシャンからもたらされました。タメーランはバダクシャンの王をサマルカンドの王宮に招待し、スピネルの鉱脈を自分の兵たちに見張らせました。それではどのようにこのスピネルはこの洞窟から出て世界中に散っていったのでしょうか。シルクロードを旅しながら、14世紀に黒大使のルビーはグラナダ王に売られ、その王は数年後カスティーリャ王に暗殺され、ルビーは盗まれました。そしてその石は黒大使に献上されました。この波乱ぶりはこの石を発見した人たちを笑わせたことでしょう。
この石が発見された鉱脈はプイラルと呼ばれています。宝石の山という意味です。2800メートルの高さにあり、タジキスタンの山脈の一つです。クイラル山脈は地質学的にというより歴史的に重要な役割を果たしました。いつ頃なのかは誰かも分かりませんが、8世紀頃のことでしょう。鉱脈は古く、今日でも410以上存在しています。もし神が許すなら、明日にでも世界一古い鉱脈に行きましょう。410番目の7世紀から16世紀まで採掘されていたところへ。そこで黒大使のルビーと言っていたエリザベス女王に捧げられたスピネルを見つけましょう。それはきっとシンクですよ。これがまがいものスピネルです。王冠にはめ込まれているものはルビーであるように擬態しています。細工するのにいい硬さで宝飾品に適しています。スピネルは世界で人気があり、バダクシャンの山脈はスピネルが豊富です。アジア、極東、そして西洋にまで輸出されています。現代でもプイラルは極秘に採掘されています。ソビエト時代の名残でしょうか。その上、年に数ヶ月しか入れません。というのは、冬になると3メートルの雪に埋まってしまうからです。残るのはこの中心部で、この地図の下の方にあるのは結構前から何も出なくなって鉱脈が多いです。ここが本拠地だ。ここがクイラル鉱脈の主な採掘場所だ。黒大使のルビーが発見された時は、ある伝説が語られていて、この鉱脈は怪物が住み着き、朝から晩までずっと石を探し続けていると言われています。現在は誰もこの話を信じませんが、クイラルの神秘性が失せないようにいろいろと試みられています。9世紀から19世紀の間、40箇所に土とのみのための部屋が掘られ、その頃は寝ながらも仕事を続けていました。ソビエト体制はダイナマイトとピックハンマーを輸入して鉱脈の設備の近代化が進みました。外国人はクイランに近寄れず、タジキスタン政府は外国人の出入国を禁止しています。戦争の埋蔵金のごとく、スピネルは採掘され、特別行動隊によって首都ドゥシャンベまで運ばれます。採掘された石の一部がヨーロッパに輸出され、残りはロシアが持って行ってしまいます。ほとんどの古い鉱脈は安全のため閉鎖され、今にも崩れ落ちそうです。しかし、新しい鉱脈を開始する、現在地質学上工事の可能性など検討中です。
クイラで出るスピネルは世界一綺麗で自然にもっと出てこないか探したくなります。ここではいつも特別なものを発見されたり、卵より大きい石を、女王の冠にふさわしい石を探し続けています。年に一度、王家の冠は公式な役目を果たすために表に出されます。豪華な衣装にまとわれた女王を議長とする議会の開会式などに、家宝の存在は確かで権力の具現であったり美のシンボルであったりしますが、熱い視線を集める一番の理由は、私たち人間が持つことのできない永遠の美を享受しているからかもしれません。